チューリップバスがしバスコアラバス。東松山市内循環バスは埼玉県東松山市内で運行されるコミュニティバスである。現在は2つのコースが設定されており、川越観光バス森林公園営業所に運行委託している。東松山市内には南北に循環して東部東上線が走り、市内には 高坂駅と東松山駅が設置されており、両駅からのバス路線も充実しているが、その一方で、市内には公共交通空白地域が多くあることから、交通不便解消のために1998年4月1日に運行開始された。運行開始当初は、東武バス森林公園出張所に委託していたが、2000年に東武バスの貸切撤退に伴い、 川越観光バス東松山営業所に委託先を変更した。2001年3月までは平日のみの運行だったが、同年4月から土曜日の運行も開始された。2002年4月からカラココースが公民館先回り、クズ袋先回りと循環方式に変更され、大谷コースは現在のルートとなった。当初は特に公共交通の不便なカラコ地区と、 大家地区を対象にしていたが、2007年4月2日より、の本、と、黄砂家地区のコースを新設している。また当初は、前乗り中不利方式であったが、一般路線同様に中乗り前より方式に、改められた。2008年9月13日より、交通系、IC カードに対応した。2016年4月1日より、3コース全29便のうち、 利用者の少ない7便を廃止した。2017年10月2日より、の本と、大阪コースを廃止。大幅なルート変更を行い、大谷コースと空子コースの一体運転を開始した。大谷コース1998年4月1日、運行開始。空子コース1998年4月1日、運行開始。の本 大阪コース2007年4月1日運行開始、2017年9月30日廃止。バスの塗装は水色基調で、市の名物にちなみ、下記の図柄が描かれている。コアラバス、ナッシュバスは、初代車両のリエッセに描かれていたデザインをポンチョでも踏襲している。チューリップバスのデザインは、東松山市在住のデザイナーに委託して、作成されたものである。 ありがとうございます。